同志の伝承。遥かな神話時代、世界が闇に覆われると、いずこより現れ光を取り戻した。時代は移ろうとも世が乱れるたびに、人々は伝承を語り、救いを願う。そのたびに同志は姿を現し、闇を振り払ったという。しかし平和が訪れると同志は姿を消した。彼らはどこへ？その答えを知る者はいなかった。いつしか人々の記憶から伝承の中へと消えていった。闇は世界を再び覆わんとしていた。同志の名が再び語られ始めた。だが、未だ同志は姿を見せなかった。